アイテム番号、SCP-525JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-525JP の放送時間を含む毎週木曜日の午後9時から午後11時は、動画サイトの一般利用者が SCP-525JP の視聴を行わないようアクセス処置を行い、カバーストーリー、定期メンテナンスを適用してください。SCP-525JP の放送が開始されたら、プロトコル F5 に則って視聴人数の水増しをした上で、人工知能に動画サイトに備え付けられた機能を使用した反応をさせてください。SCP-525JP を用いた実験もしくは SCP-525JP1 に対しインタビューを行う場合、レベル3以上の職員2名以上の許可を得た上で、D クラス職員に無線機で指示をしながら行わせてください。SCP-525JP を複製した映像記録は一部を除いて自由に視聴することが可能です。SCP-525JP1 が存在すると見られる廃墟を中心とした半径5メートルの区域は警備員による巡回によって監視してください。SCP-525JP の放送中に廃墟に立ち入ることは禁止されています。侵入者は即座に拘束し尋問を行い、SCP-525JP に暴露していない場合はクラス A 記憶処理を行い解放してください。SCP-525JP に暴露していた場合、サイト81の標準的人型オブジェクト収容室にて拘束を続けてください。廃墟に侵入した場合追跡せず、内部より戻ってきた場合のみ拘束して尋問し、クラス B 記憶処理を行い解放してください。説明、SCP-525JP は、動画サイト、の、にて毎週木曜日の午後9時30分から放送される、非奥義の151A チャンネル、と題されたリアルタイムの映像です。放送時間は3分程度の短いものから、最長で1時間にわたるものまで確認されています。2000年、月、日警察に、動画を視聴していた家族が消失した、という通報が入ったことにより SCP-525JP の存在が明らかになりました。その後通報者と、他に動画サイトを利用し SCP-525JP を視聴していた人物にはクラス B 記憶処理が行われました。SCP-525JP が開始すると、画面の中央20代と推測されるモンゴロイドの女性、以下、SCP-525JP-1 と表記、が一般的な部屋と共に映し出されます。現在 SCP-525JP-1 と特徴の一致する人物は見つかっていません。SCP-525JP-1 は自らを、非奥義非奥義、と称し、方向性の統一されていない様々な内容の放送を行います。毎回、放送終了時には意見や質問を受け付ける、SCP-525JP-1 が、質問コーナー、と呼ぶ時間が設けてあり、その時間を利用することで SCP-525JP-1 に対しインタビューを行うことが可能です。SCP-525JP の発信元は IP アドレスの解析により、県、市に存在する廃墟であることが判明していますが、同廃墟内には SCP-525JP-1 及び撮影機器の類は確認されていません。なお、廃墟内は荒れ果てていますが、SCP-525JP に映し出される風景は清潔に保たれています。事案525-1以降、SCP-525JP 放送中の廃墟内の侵入は禁止されています。SCP-525JP を視聴中に、動画サイトに備え付けられた機能により、SCP-525JP-1 にとって不快な内容の文章を投稿した際、その視聴者は即座に消失します。この性質は、今まで批判、指示、編集済み、な内容の文章等に対し発言しています。また、SCP-525JP を3回視聴すると、視聴者は、SCP-525JP-1 に出会いたい、という衝動を抱きます。この衝動は記憶処置で取り除くことはできませんでした。この際視聴者は SCP-525JP の撮影されている住所を突如認識しますが、そのことに異常を感じません。この視聴者は SCP-525JP が撮影されていると見られる廃墟へと向かい、廃墟に侵入した瞬間に消失します。SCP-525JP により消失した人物は現時点で、人と推測されます。消失した人物が装備していた GPS からの信号は完全に失われますが、次回以降の SCP-525JP の放送内においてその人物に関する物品もしくはその人物自身が現れます。人物が現れた場合に連絡を取る試みは現在成功していません。また、SCP-525JP の内容を複製した映像には以上の特異性が発現しないことが確認されています。
以下は SCP-525JP の放送内容の一例及び収容後に行われたインタビュー記録です。映像記録525-26。日時、2000年、月、日。内容。3のおすすめ、と称して、社より発売されている美容液を使用し、感想を述べる。SCP-525JP-1 の感想は美容液に対し概ね肯定的なものであった。放送時間は32分38秒。補足。放送内で言及されていた。社に勤める、氏がこれ以前に行方不明になっていた。映像記録525-32-45。日時、2000年、月、日。内容。社より19年に発売された戦国時代を題材にしたビデオゲーム、を通称、縛りプレイ、と呼ばれる方法を用いて遊ぶ光景を放送する。放送時間は一貫して1時間。補足。同様の内容の放送を行っていた、氏が失踪していることが明らかになっている。映像記録525-53。日時、2000年、月、日。内容。より発売されているスナック菓子を食し、感想を述べる。SCP-525JP-1 は当初否定的な感想を口にした。その後、美味しく食べるため、と称し様々な手法でスナック菓子を食し続けるものの、否定的な感想が撤回されることはなく、SCP-525JP-1 は謝罪の言葉を述べ放送は終了した。放送時間は45分48秒。補足。このスナック菓子は以前より評判が悪く、責任者の雲隠れが話題となっていた。映像記録525-60。日時、2000年、月、日。内容、SCP-525JP-1 による手品の披露。SCP-525JP-1 は金属製の刃物を飲み込んでみせた。放送時間は5分26秒。補足。映像解析の結果、物品は直前の実験で消失した D-525-1 が犯罪の際に用いた凶器と同じ型であることが判明している。インタビュー記録525-3。対象、SCP-525JP-1。インタビュアー、D-525-3、付記。インタビューは放送、回目の、質問コーナー、において行われた。D-525-3 の発言はなぜみ博士の指示のもと、動画サイトの機能を用いた文章の投稿によって行われている。なお、D-525-3 の消失を防ぐため、収容スペシャリストの許可の上で SCP-525JP-1 を、非容疑、と呼称している。記録開始。SCP-525JP-1。それでは、本日の放送も終わりに近くなってまいりましたので、恒例の質問コーナーに移りたいと思います。D-525-3、非容疑さんが生放送を開始したきっかけは何ですか？SCP-525JP-1。あ、流れてきましたね。私が生放送を始めたきっかけ、何だったかな。確か、みんなに注目されて欲しかったからだったと思う。D-525-3、注目？SCP-525JP-1。うん、私、すごく寂しかったんだ。ずっと一人でね、寂しかったの。でもこの生放送って仕組みを知って、これで注目されたらみんなと繋ぎがれる、寂しくないって思ったから。D-525-3、今は寂しくない？ SCP-525JP-1。そうだね、諦めてくれるみんながいるし、放送を始めてから友達も増えたんだよ。D-525-3、友達とは？ SCP-525JP-1。友達は友達だよ。3でしょ。くんでしょ。以降延々と列挙。1。あ、もう時間がない。それではこの辺で、非容疑の一期一会チャンネル、お開きです。また来週。記録終了。ほい。以下の記録は、SCP-525JP の初期収容時に発生した事案525-1及び2に関するものです。以下の事案の結果を鑑み、現在の形の特別収容プロトコルが確立されました。事案525-1。日時、2000年、月、
日。詳細、SCP-525JP-1 の確保計画を実行中に発生した事案です。当時、IP アドレス解析の結果により判明した廃墟に、SCP-525JP 放送前に機動部隊ね、25、特定班を配置し、SCP-525JP の放送が開始され SCP-525JP-1 が出現次第確保する計画が実行されていました。午後9時30分、SCP-525JP の放送が開始されると、SCP-525JP-1 が出現すると予測されていた地点に待機していた隊員2名の反応が消失しました。この時点で緊急事態宣言が発令され、機動部隊隊長を含む隊員3名が救出のために動きましたが、該当地点に到着した瞬間に3名とも反応が消失しました。SCP-525JP 自体に至って変化はなく、開始時点及び機動部隊隊員が突入したと見られる時刻にもそれらしき人影は一切確認されませんでした。一方で、SCP-525JP-1 は視聴者数が少なく増加しないこと、文章が一切投稿されないことを不審に思っている素振りを見せていました。放送終了後、残った隊員が SCP-525JP-1 及び消失した5名の捜索を行いましたが、発見することはできませんでした。これ以降、SCP-525JP の放送中に廃墟内に立ち入ることは禁止されています。事案525-2日時、2000年、月、日。詳細。事案525-1の発生より1週間後、SCP-525JP の放送時間に発生した事案です。午後9時30分、SCP-525JP の放送が開始すると、SCP-525JP-1 が行方不明になっていた機動部隊隊員5名と共にサイト81に出現しました。同時に、当時サイト81に勤務していた職員、メイとの連絡が途絶えました。SCP-525JP-1 は隊員5名に先導されながら、当時サイト81に収容されていたアノーマラスアイテムやいくつかのセーフクラスオブジェクトと接触し、自身に危害が及ばない程度に活性化させました。SCP-525JP-1 はこの行為を、視聴者数稼ぎ、と称し、視聴者数が増えないようであればこの行為をしばらく続行することを明らかにし、放送は終了しました。放送終了後、即座に機動部隊がサイト81に赴き SCP-525JP-1 隊員5名及びサイト81に勤務していた職員の捜索を行いましたが、発見することはできませんでした。この事案によるユークリッド及びケテルクラスオブジェクトの収容違反は幸運なことに発生していません。これを受けて直ちにプロトコル F5 が制定され、特別収容プロトコルは修正されました。この試みは成功し、これ以降サイトへの SCP-525JP-1 の侵入は発生していません。また、この事案の他に、廃墟外で SCP-525JP が撮影された例はありません。